こんにちは、スタジオヨッシーのヨッシーです。いかがお過ごしでしょうか。本日の動画はですね、前回も少しご紹介をさせていただきました刺繍作成ソフトデジタイザーの使い方の基本編ということでご紹介をしてみたいと思っております。今までですね、作品を作るときに、少し動画でですね、デジタイザーをご紹介をさせていただいたんですが、今回視聴者さんからですね、デジタイザーの使い方について少し詳しく動画を作ってほしいというご要望がいくつかありましたので、収録をしております。今回の動画はですね、本当第1回目ということで、デジタイザーのデジタイズっていう機能があるんですけれども、要はデジタイズってデジタル化するっていう意味なんですけれども、文字とか形状を刺繍化する、デジタイズする方法について、簡単なんですけれども、ご説明できればと思ってます。最後にですね、この今これおにぎりのですね、ワーペアです、アプリケです、これ作ったんですけれども、この動画の終盤にはこのおにぎりのワッペンの作り方についてもですね、細かく説明をしておりますので、お楽しみいただければと思っております。では最後まで動画をご覧ください。改めてですね、このデジタイザーの使い方ということで、もうシリーズ化してですね、基本から皆さんにご紹介できればと思っております。あらかじめお断りしておきたいんですけれども、僕もこのデジタイザー専門家ではないので、作った感じ、もうここ2年ぐらい、2年以上前に購入して、ずっと使ってるんですけれども、まあこの2年の経験と知識とそれを、まあ、経てきた内容をですね、凝縮して皆様にお届けできればと思っております。このソフトデジタイザーはですね、いろんな形状をデジタイズする方法が複数用意されています。今回ご紹介するのは6つですね、ご紹介したい、デジタイズする方法があります。で、最後にですね、その、デジタイズする方法を使って一つの画像をデジタイズしてみたいと思います。では、デジタイザーを開くと新しい、窓が開きます。で、ここに、図形とかを描いていくわけなんですが、デジタイズっていうここにですね、左側のメニュー、ツールボックスなんですけれども、ここにデジタイズっていうのがあります。これをクリックすると、いろいろメニューが出てきます。今日はですね、この四角形、正方形、円、楕円、フリーハンド、かっこ開いた形状、フリーハンド、かっこ閉じた形状、開いた形状をデジタイズする、閉じた形状をデジタイズする、ブロックをデジタイズする、この1,2,3,4,5,6,7個ですね、7個の、使い方についてご紹介できればと思っておりますので、最後までご覧ください。はい、ではですね、まずこの四角形、正方形というところからご説明をしていきますね。まず四角形、正方形というツールボックスをクリックします。これは正方形や長方形を使用してですね、四角形をデジタイズするモードなんですけれども、四角形を描く場合はですね、マウスポインターを動かして四角形を描いていきます。まあ、開始したいところでクリックをカチッとします。そうするともうこのポイントがもう固定されるので、マウスポインターをこう動かすともうこういうふうに長方形とか四角形ができていきます。好きな形になったところでまたクリックをします。そうするとこのように四角形がデジタイズされます。これは初期設定がですね、もう埋め縫いとい こう四角がこれ、刺繍で埋まってますよね。埋め縫いというものになっているので、自動的に埋め縫いになります。正方形を描きたいときはですね、先ほどに1点クリックしてマウスポイントを動かすんですけれども、コントロールボタンを押しながらマウスを動かすとですね、もう自動的に正方形になります。好きなサイズの形のところでクリックをすると正方形の刺繍がデジタイズされます。で、このですね、四角形のサイズを変えたいときはですね、
今これ四角形を描くモードになってますので、ここに選択っていう矢印のボタンがあるので、これをクリックします。こうするとですね、図形の選択ができるようになるんですね。で、サイズを変更したい図形を選びます。選ぶとこういう風にですね、こう囲いがつきますので、この状態でサイズはここを見てください。幅、高さっていうところがあります。で、この数字をミリ数で入力するとサイズが変わります。あと、右にここにですね、鍵のボタンがあるんですけれども、これは縦と横を固定するっていう意味なので、今固定されてます。なので、ここに例えば5センチに幅をしたいというときに50って入れて、エンターを押すと、その比率に沿った形になります。この自動比率にしたくな場合はですね、ここの鍵を外していただいて、で、好きなように、例えばこれ50センチが50ミリ、50ミリの正方形にしたい場合は、ここ50ですね。で、高さを50にすると、正方形にこのようになります。あとですね、まあ、サイズの変更を今やったんですけれども、ステッチの変更というのもできます。これ今、埋め縫いという、まあ、中が埋まってる状態ですね。これをですね、アウトラインといって、線にすることができます。その方法はですね、まず変更したい図形を選択していただいて、で、ここに埋め縫いとアウトラインというのがあります。まあ、埋め縫いが押された状態になってますね。で、このアウトラインっていうボタンをクリックすると、ステッチに変わります。中のこの埋め縫いがなくなってますよね。ステッチになります。このように切り替えることができます。また、埋め縫いはですね、またこの畳縫いとか、サテン縫いとかいう変更することができるんですけれども、ここはまた別途動画でご説明をしたいと思ってます。はい、次はですね、この2番目、円、楕円についてご説明していきます。円と楕円を描きたいときはですね、まず円、楕円を、クリックしていただいて、円を描くときはですね、基本的に基準点っていうのを3つつけることで描くことができます。最初にクリックする場所はですね、クリックしてみますね。最初にクリックした場所が円の中心になります。で、次にクリックする、2番目にクリックするのはですね、半径の長さですね。まあ、どのくらいの大きさにしようかなっていうところで、半径を決めて、ここでクリックします。あとですね、横をつけたんで、上にするとこうやって楕円にしたり、正円にしたりすることができるんですけれども、自分が描きたい円形にしてもらって、例えばこの楕円にしましょうかね。で、ここで3回目のクリックをします。と、形が出来上がります。で、ここでエンターを押してください。そうすると、楕円の埋め縫いの形がデジタイズされました。これをですね、正円を描きたいときはですね、先ほどのように中心点をクリックして、半径をクリックします。まあ、このぐらいの円にしようかなーっていうところでクリックします。で、もここでですね、楕円とかにこうせずに、もうここでエンターを押しちゃってください。そうすると、先ほど設定した半径の正円ができます。ステッチのこの、埋め縫いとアウトラインとか、その変更の仕方はですね、サイズの変更の仕方は先ほどの四角形を作った時と同じなので、同じ方法でやってみてください。これが円と楕円の描き方です。次はこのフリーハンド、開いた形状ってあるんですけれども、これフリーハンド、まあ、要は手書きなんですね。手書きなので、マウスでこう描くとかなり難しい描き方になるんですけれども、まあ、カッコ開いた状態ってなっているんですけど、まあ、繋がっていない線を引きたいときに使用します。基本的に線なんですね。埋め縫いはできないです。線です。線を描くことになります。まずフリーハンド、開いた状態をクリックします。で、描きたいところでですね、左クリックをすると、こう、もうステッチでこうやって描いていくんですね。で、フリーハンドなので、マウスのでなぞったところ、そのままステッチを入れていくので、まあ、手書きなので、あんまり綺麗なラインっていうのはできないですね。
開いた形状なので、ここと始まりと終わりがつながらないんですね。だから一本の線の状態になります。僕ですね、マイクロソフトサーフェスっていうペンがついたタブレット PC も持ってるので、そういったタブレットなんですよ、ペンがあると非常に書きやすいと思います。ちょっとペンで書いてみますね。ペンで書くとですね、ある程度スムーズにこうやって書けるんですよね。この引き手とか ABCD とかですね、結構ペンだとこうそんなにまあデコボコしますけどですね、ゆっくり書くとある程度滑らかには書けますかね。これがフリーハンド開いた状態、線を描く方法ですね。はい、次はですね、フリーハンド括弧閉じた形状っていうやつですねをクリックします。このフリーハンド括弧閉じた状態だとですね、つながった線で構成された形を描くことができます。基本的に形状になりますので、出来上がりは埋め縫いかアウトラインということになります。まあ、フリーハンドでこう書いていくんですけど、何でしょう、もうつながった閉じた形状なので、こうやってもう閉じた部分がこう付きまとってくるんですよね。こうやってで描きたいところでマウスを離すと、こういうふうに形状がもうできます。線が全部つながってますよね。これが閉じた状態っていう意味ですね。まあ、フリーハンドはですね、ほんと手書き要素があるので、自由に、まあ、落書き調のものをステッチ刺繍したい時とかには便利かもしれないですね。はい、次はですね、開いた形状をデジタイズとあります。これはですね、要は直線でこれ繋いでいくんですね。まあ、ここからクリックしてもう直線になります。でまたクリック、こうやってクリックしていくんですね。こういうふうにクリックして、で終了したいところでエンターを押します。そうするとこのようにラインがつきます。これもですね、開いた状態なので基本的には線を描く方法になります。で今こうカクカクしてますよね。まあ、四角形とかをこう描くときはもうこんな感じで全然いいんですけど、曲線、滑らかな線をですね描きたいっていうときあると思うんですね。曲線を描きたいときはまず始まりはですね、これ左クリックです。でまっすぐ伸ばしてもう一回左クリックにする、左クリックにすると要は角ができるんですね。まあ、直角に混ぜるとこうでエンター押すと、こう直角の線ができますよね。今のをですね、例えば最初を右クリックで2回目のこの角をですね右クリックするんです。最初を左クリック、2回目の点を右クリックで3個目を左クリックってするとこのような円形になります。まあ、エンターを押して、ここに円、丸みを帯びた線になります。鋭角な角を作りたいときは左クリック。カーブを作りたいときは右クリックっていうふうに覚えていただくと分かりやすいと思います。なので、例えば、まあ、円を描くの難しいですけど、円を描きたいときは、右クリックでこういうふうにやっていくと、エンターを押すとこういう風な丸い形ができていきます。カーブを描いた形状とかをトレースしていくときとかに非常に便利です。と次はですね、閉じた形状をデジタイズを紹介しますね。まあ、やっていきますね。まあ、クリックして点でこうつないでいくんですけれども、例えば適当にこうやって、で閉じた形状なので、一番最初のところをねこう一緒に繋いでもいいんですけれども、ここを繋ぐの大変なので、一番最後の点がここまで来たらですね、もうエンターを押しちゃいます。そうすると一番最初のこれノードって言うんですけど、の点のところに自動的に繋がるようになります。これが閉じた形状をデジタイズという機能ですね。先ほどと同じように角とか、あとカーブを描きたいときはですね、
ても、例えば円形をしたいなら右クリック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 にして、あとエンターとすると丸ができます。右クリックを使うことで曲線ができていくのでですね、まあ、このような状態ですね。で、今アウトラインになっているので、埋め縫いにしたいときは埋め縫いをクリックすると、このようにデジタイズ、埋め縫いのデジタイズができます。で、次は最後になるんですけれども、このブロックをデジタイズをやってみますね。ブロックをデジタイズはですね、幅とか太さがこう変化する。太くなったり細くなったりする形状を作りたいときによく使用されますね。で、描きたい形の、まあ、両端にこう濃度基準点というか点を置いて、交互に置いてこうジグザグに置いていく感じなんですよね。で、これも先ほどと同じように角を作りたいときは左クリック、カーブを作るときは右クリックをクリックしていきます。これね、僕あまり使わないんですけれども、まあ、要はですね、例えば、アルファベットの L という字、L という文字っぽい、L 字型の形状を作ってみますね。例えば、閉じた形状をデジタイズする。で、作っていくと、まあ、適当に書きますね。L。まあ、こういった L 字型っていうのを今、閉じた形状デジタイズっていうのを使って、作ってみたんですけれども、縫い目の角度が一定方向になってますよね。で、これをブロックをデジタイズで作ってみますね。ちょっと分かりやすいように、この上同じ形を作りたいので、このこれ自体をなぞっていきますね。ここはですね、ここから2点でこうやって結んでいくんですよ。分かりますかね。ちょっとわかんないかな。これでですね、一個できたんですよね。ちょっとわかりにくかったですかね。要はですね、今どうやって書いたかっていうと、このブロックデジタイズ。ブロックをデジタイズをクリックして、要は L のこの点からこの点で、こういうふうに2点で作っていくんですよね。で、下のこの角とと L 字のこの曲がり角のところとと L 字の右下の端とと右上の角で、エンター、こういう風にして今 L っていう字を作ったんですね。これ何が違うかっていうと、このステッチの方向、ステッチの方向がですね、閉じた形状をデジタイズで作った場合はもう一方方向に全部いってるんですよね。で、このブロックをデジタイズをするのは今順番的にここをこう1番目、2番目、3番目、4番目、5番目、6番目って言ったので、縫い目がここをこっち行くんですよね。で、2回目はこことここでしたよね。なので、この方向に今、ステッチ方向を置いてるんですよ。で、次は、こう、こうしたので、こっち方向にステッチが入ってるんですよね。なので、ステッチが、最初はこう行ってて、で、この辺りから斜めになって、いくっていう形になってます。まあ、ちょっと適当に斜めというか、ちょっと曲線というか曲がった図形を作っていきますね。こうやってでエンターを押します。そうすると、その今入れた方向、その対になるんですね。お互いにこう両端に基準点をカチカチ置いていきましたので、ね、その基準点に沿ってで、こう方向に沿ってステッチの方向が入るので、この
このですね、オブジェクト変形ということを押すと、どういうふうにステッチが今入れられたかっていうのを見ることができるんですね。で、この黄色のポイントが今カチカチ入れていったところです。で、このオレンジの点は角度ですね。その入れた方向、対になっている方向が、縫い目といいますか、ステッチの方向になります。これが、ブロックをデジタイズするんですね。ちょっと早い説明でしたけど、いかがでしょうか。はい、それではですね、今、ご説明をしたデジタイズする方法を使ってですね、一つ作品を作ってみたいと思います。これですね、僕がイラストレーターで適当に作ったおにぎりの画像なんですけれども、まあ、画像というかイラストですね。このイラストを使って少し、レッスンといいますか、ワッペンを作ってみたいと思います。ワッペンを作るんですけれども、今回ご紹介したデジタイズの方法以外に、少し違う機能を使わなきゃいけない部分も出てきますので、それも含めてご紹介できればと思います。このおにぎりですね、色は白と黒の2色で構成されているのがわかると思います。あとパーツなんですけれども、パーツはおにぎりのその一番外側の黒いボーダーですね、黒い線と、あと白い部分のご飯、三角形の角丸三角形のご飯の部分が一つ、あと正方形の黒い部分、海苔の部分、この三つのパーツで構成されています。なのでこの三つのパーツを作らなければなりません。ではまず順番に作っていきたいと思います。まずこの、角丸の三角形のおにぎりの外枠を作っていきます。このおにぎりの外枠はですね、そうですね、僕でしたら閉じた形状をデジタイズ、これを使います。もちろん他の方法もありますよ。手っ取り早くできる方法もありますけれども、今回は閉じた形状デジタイズをご説明しましたので、これを使っていきたいと思います。まず閉じた形状をデジタイズをクリックします。この黒い縁をですね、なぞっていくんですけれども、なぞっていく際はですね、こうやって画面からはみ出るとこう移動しちゃうんですよね。なので少しこの画面よりも小さくした方が使いやすいかもしれないです。では線を引いていきます。カーブは、右クリック、角直線の場合は左クリックでしたよね。で、僕はですね、まず大体ここが真ん中ですよね。ここが曲線になるべきところ、あとこの辺りから直線になってますよね。ここから直線来て、この辺からカーブして、ここカーブの頂点で、カーブしてここからまた直線に切り替わります。直線が始まるところに左クリックを入れてきております。この辺に直線始まってますので、この実線、縁の線の真ん中あたりに入れていきますね。左クリックを1回と、あとこの直線が終わるところ、このあたりですかね、左クリックを1つと、ここの丸、カーブの頂点らしき場所に右クリックを一つと、直線になろうなるところに左クリックを一つ、曲線になりましたね。で、このまままっすぐですね、この点からまっすぐ引きたいときはですね、コントロールをしながら移動するとまっすぐなるんで、わかるかな。コントロールを押すとまっすぐ引いてくれるので、直線が終わるのはこの辺りですかね。に、左クリック。と、またここの、曲線のカーブのところの真ん中あたりに右クリック。と、直線が始まるところに左クリック。と、カーブになりましたね。と、同じように直線の終わり、部分に左クリック。カーブの真ん中に右クリック。
で、これは閉じた形状をデジタイズなので、あとはもうここに自動的につながるので、この状態でエンターを押すとつながります。こうすると、今、三角の角丸のおにぎりの枠ですね、が今できました。これ初期設定が赤色で、これシングルランニングになっているので、これを選択したいので、選択するときは選択ボタンを押して、で、選択になってますね、今。どの形状をセレクト、選択しているかを確認するには、この刺繍順序変更というタブを押すと、ここにおにぎりの形ありますよね。今これ選択する。これはさっき一番最初に挿入した画像です。ここを押して選択することもできます。で、オブジェクトのプロパティに戻って、今、シングルランニングになってますよね。で、これを太めにしたいので、太めの縁取りをするには、サテンですね。このサテンっていうのをクリックします。そうすると、太くなります。サテンの基本設定は、初期設定は3ミリになっているもので、まあ、3ミリでとりあえずいいと思います。今、おにぎりの外枠ができました。これ赤になっているので、黒に変えましょうかね。黒、色はここから選ぶことができます。4番がブラックですね。で、黒にします。で、黒になりますね。次は、お米、ご飯の白い三角の部分を作るんですが、この三角のおにぎりのご飯のところは、もうこの外枠のこの黒と同じサイズですよね。梅縫いの白色にすればいい話なので、今描いたこの枠の黒い線をコピペします。コピー&ペーストします。まあ、パソコンよく使われる方はですね、コピペはもうショートカットキーでコントロール C でコピー、コントロール V でペースト。同じところにペーストされているので今重なって見えているんですけれども、このように今2つ今できてます。もしくはですね、コピーしたいパーツを選択してもらって右クリックでコピーで再度右クリックして貼り付けでも結構です。これで2つできてますよね。これでも結構です。で、おにぎりのご飯の部分を作るにはですね、とりあえず今ペーストコピペしました。今黒い枠が2つ重なってます。これを梅縫いに変えます。梅縫いに変えますね。ここですね。梅縫いに変えます。そうすると真っ黒のご飯になりますね。今ここに縁に見えているのが元々あった縁取りのところですね。先ほど作った。で、この黒いご飯はおかしいので白に変えます。ここにホワイト、3番ホワイトです。今変わりました。これ畳縫いですね。と、よく見ると枠よりおにぎりの三角が上に来てますよね。枠は外側に枠がないといけないので、一番上にしなきゃいけないんですね。で、この重なりの順序っていうのを変えなきゃいけないので、重なりの順序は、この刺繍順序変更というタブを押します。で、ここに、今これ見にくいですけど、これ真っ白のご飯の部分です。三角の。これ枠ですね。で、上から順に、奥になるので、奥から順番になるので、黒のこの三角の枠を手前に出したいので、これがご飯ですから、これを一個手前にこう、ですね、クリックしたままですね、で、ドラッグして下に持ってくるんですね、こうやって。そうすると、外枠を置きました。この、矢印、ここに一番下って出ますよね。これは一個下かな。一個下に持っていく。これ一番下に持っていく。一番下っていうのにすると、このように、順番を変更することが。で、今、おにぎりとおにぎりの枠が出来上がりました。あとは、正方形の糊を作んなきゃいけないんですけど、ベースとなる画像が見えませんよね、ここに。こういう場合は、ここにあるビジュアライザーっていうマークのツールがありますので、これをクリックしますと、半透明になります。これ、透明になるので、これを利用して作っていきます。で、これは正方形なので、正方形、四角形でもいいですし、閉じた形状をデジタイズでこの四角をなぞっていただいても構いません。今回は四角形を使いたいと思います。
で、糊を作るときに、ここの縁とご飯と糊が重なってるところ、この白い斜め線がご飯で、このジグザグになってるのが縁取りの黒いところなんですけど、重なってるんですね、ご飯がここで。で、これギリギリにですね、してしまいますと、生地って伸縮するので、刺繍するときに縮んでしまうんですね。なので、このパーツパーツの隙間をギリギリにこう、隣り合わせにしてしまうと、生地が見えてしまうときがあるんですね。なので、刺繍をするときは、できるだけパーツとパーツは重ねるようにします。大体そうですね、0.5 ミリから 1.5 ミリぐらいを重ねるときが多いんですけれども、できるだけ重なるようにしてください。ですので、今回はこのご飯が重なってるこのぐらいまでのところに正方形の糊を作っていきます。四角形、正方形を選択します。で、大体この辺りだろうというところの糊の四角の正方形の部分をクリックします。クリック。で、そのまま作りたい正方形のところを持ってきます。で、ちょっと近くで見たいときはですね、このままマウスのスクロールをすると、大きくなりますので、このまま、多分この辺りかな。この辺りにしましょうかね。で、クリック。でも四角形が出来上がりました。で、きちんとした状態を見たいときは、このビジュアライザーをまた押します。そうすると、こういうふうに糊ができてますね。これ赤なので、これを黒にまたします。はい。またよく見てください。今度は、糊が枠の上に来てしまってますよね。基本的に最後に作ったものが一番上に来てしまうので、これも糊を選択していただいて、刺繍順序変更を押します。と、糊が一番下に来てますよね。で、ご飯の上にあるべきなので、まあ、要は、枠の奥に入れるか、枠を下に持ってくるか、どっちかですね。まあ、枠を下に持ってきましょうか。そうすると、このようにきちんと入ります。一応、これでおにぎりのワッペンの作り方はできたんですが、これパッと見刺繍できてるように見えるんですが、こうですね、ご飯の部分と海苔の部分って重なってますよね。ここの下って、総刺繍になって、その上に糊がこう来てますよね。これって刺繍の糸がもったいないですよね。ここの糊の部分のご飯、裏の白のご飯の部分っていらないじゃないですか。なので、ここの裏のご飯の部分は通常刺繍では切り取ります。まあ、切り取る理由としては、まあ、糸がもったいないっていうのもあるんですが、その分時間がかかってしまうっていうのもあるんですけれども、刺繍って、いろんな色、いろんなパーツを層でこう塗っていくんですね。奥から、背景から順にどんどん手前に塗っていくものなので、どうしても刺繍糸ってこう、特に畳縫いとかになると、こう、ステッチを並べた状態でこう、刺繍をしてますので、生地の上に刺繍をしてかなり分厚くなるんですね。で、分厚い刺繍の上にさらに針で刺してどんどん重ねていきますから、どんどん分厚くなるんですね。そうすると、針が折れたりとか、刺繍がうまくいかない、糸が切れたりとかする原因となりますので、ここの重なっている部分っていうのは削り取ります。削り取る方法はですね、ここのツールボックスの上の方に、オブジェクト編集っていうのがあります。これをクリックしてください。そうすると、ここにオーバーラップ自動削除というのがあります。これを使います。まず、消したいものの上にあるものですね。ですから、今回の例で言うと、この糊です。糊をクリックして、た状態にします。で、このオーバーラップ、自動削除をクリックします。クリックしますね。はい、クリックしました。パッと見変わってないように見えるんですけれども、この糊を少し移動してみますね。わかりますかね？これ後ろ画像の糊が見えちゃってますけど、
四角く穴が開いてるでしょ。このように裏を切り抜いてくれるんですね。ただこの裏を切り抜きすぎると刺繍を実際にした時にご飯と海苔の境界線が見えちゃったりするとか時があるんですね。そこは、使われる生地とかミシンの糸調子とかにもよりますので、実際に塗ってみないとわからない部分っていうのはあります。このですね、オーバーラップの設定なんですけれども、このソフトウェア設定っていうところから刺繍設定というのがあります。ここのオーバーラップというタブがありますので、ここでオーバーラップを何ミリにするかっていう選択肢があります。僕は 0.5 ミリにしています。使う素材や糸、あと重ね方の具合によって僕 1.5 とか1とかにします。0はほとんどしないですね。隙間が出ちゃうので、だいたい 0.5 をするときが多いです。こう設定してあげてください。これで、一通り、刺繍はワッペンのデザインができました。サイズがですね、72ミリと66ミリで結構大きいワッペンになっているので、こういった小さなワッペン作るときはだいたい35ミリとか40ミリぐらいにした方が可愛いので、このパーツだけを全部選択するんですね。高さと幅がここに出ますので、例えば、幅を35ミリにしましょう。35、そうすると 35×32 のおにぎりができました。このぐらいがですね、適度なサイズだと思います。縮小するとこの、サテン縫いもですね、自動的に縮小されます。これをまた3ミリとかに戻すとですね、かなり線が太いおにぎりになってしまうんですよね。まあこれが好きな方はいいんですけど、これちょっと太すぎるので僕は 1.5 とかにしようかな。これぐらいですかね。はい。こんな感じですね。あと、このご飯と海苔を、例えばこの今畳縫いにしてるんですけれども、これを例えば海苔をサテン縫いにするとか、あと逆にご飯をサテン縫いにするとか、という方法もあります。まあ、いろんな表情が変わってきますので、これは本当好き好きだと思います。いかがでしたでしょうか。今回ですね、デジタイザーを使った基本的なデジタイズのやり方ですね。あと、このおにぎりのモチーフを使ってワッペンを作る作り方をご紹介させていただきました。はい、いかがでしたでしょうか。今回デジタイザーのデジタイズという項目の7つのデジタイズする方法ですね、を簡単にご説明させていただきました。今回最後にこのおにぎりのワッペンの作り方をご紹介したんですけれども、いかがでしたでしょうか。こういったですね、簡単な形状、簡単なこの形状の組み合わせと色の組み合わせですね、こういうものが結構簡単にデジタイズ、刺繍化することできますので、どうぞ皆さん試しされてみてください。またですね、デジタイザーの基本編、また第2弾もですね、また考えておりますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。